コラボス大阪五十山。パオ。時刻は間もなく8時30分になろうとしております。29分ですね。今日はここじゃん、おなじみ阪急は箕面駅にやってまいりました。暑いね。後ろ姿ちょっと見えてますね。なんと我々の YouTube を見て妙見山に行ってみようと思ってくださった方が、もしかして YouTube の方ですかって今声かけていただいてね、もうすっごく嬉しいですね。こういうのもうテンション上がります。ありがとうございます。今日はですね、ここから、大阪五十山妙見山、なんやねん、しょっちゅう行ってるやんと思うかもしれませんが、意外と三角手はそんなにね踏んでないんですよ。なので今日は、五十山として踏むってことやね。そうそうそう、山頂を、ここなんやっていうのをご覧に入れたいと思っております。親玉の格好は今日この感じです。もうすでにね30度超えてるんじゃないかっていうような気温なので、鈴鹿ちゃんハットシリーズのこれキャップですね。はい、はい、じゃあ今日も元気に行ってみよう。行ってみよう、行ってみよう。はい、いつもの先道を頑張って走ってます。今日は鬼山くん連れてきました。やっぱり街中よりは全然涼しい感じですね。修復工事が終わりたてで綺麗やね。この橋、あそこがツヤあるよね、右端の方が龍安寺。はい、長いこと工事してたよね。駅から 2.5 キロほどですね。22分ほどでやってまいりました、箕面の滝です。ここまで来るまでだけでもね、割といい練習になるんでね、往復して5キロでもね、もうバテてませんか？大丈夫？うるさい。これちょっと先が思いやられます。いや大丈夫大丈夫、ここでね、これなんか改めて見ると結構立派な滝よね。箕面の大滝です。あ、こうか。ちょっとバテましたけど、一応夏暑いし、ここに来るまで距離そんな踏んでないからバテて当たり前ないの。そういう時にやりすぎないようにトレーニングする一つの目安として、この心拍ね。例えば冬場に1キロ5分で走れとったからって言って、今キロ5分で行ったら心臓に負担がかかりすぎるのよ。そういう時にこの緑のモデレートゾーンっていうところに入るように走ると、例えば冬場よりもペースが、
今日はまっすぐ行きます。え、トンネル行くの？こっちにも行けますが、今日はトンネルを行くと。迂回する道はここから出てきます。で、木道になりますが、トンネルを通ると木道には入れません。めっちゃすごい、うん、なみなみ出んねんな。はい、9時52分、北雪霊園前通過します。今日はお墓参り日和です。10時3分、高山に到着。距離は、10.1 キロです。ここから妙見まで10キロあります。休憩ですか？あそこなんか休憩所なっとったな。あ、そう、あの下自転車の強さおったやろ。とっておき限界突破カフェイン、ハニーアクション、アクションアクション、美味しい。賞味期限だいぶ過ぎてます。うん、最近レースなかったからね、大事に取っといたら消えてしまった。今でしょ。呼吸が楽しみ。美味しい。80カロリー。はい、のどかな田園風景です。うん、なすびだね。おー、うまい。うん、しいわ、田舎のいい匂いがするわ。うん、久しぶりやね、電車乗って走りに来るのが久しぶりよ。あ、のどかに歩いてる場合じゃない。いつもはこっちに行ってかな石橋の交差点から妙見山に登りますが、今日は、右側の方へに行って野間のコンビニ経由で妙見山を目指します。はい、純吉選手来ました。ちょっと笑ってます。噴水はい、国道423号線で出てきました。いつもだったらこの道をずっと登っていきます。今日は違うルートで行きます。
うわ、めっちゃ咲いてる。あ、そうだね。うわ、すごい。ほんまに綺麗。ひまわり畑あって、へえ。知らんかったね。こっち撮ってよかったね。うん、まさかまさかの、フラワーロードプロジェクトって、うん、あ、びっくりするぐらい見応えあって、今年はあそこ行かれへんかったからすごい嬉しいね。淡路島も行かれへんかったし、癒されるわ、この青空とのコントラストに。足の上の方にまで、いや、ほんまや。すごいね。なんか遠目にもこっちから見るアングルもすごいいいで、はい、10時44分。イエーイ。コンビニ到着です。夜のコンビニ到着。距離は間もなく15キロです。はい。ガリガリ君を食べます。はい。暑い時はやっぱり、ガリガリ君、ガリガリ君。ガリガリ君。なんて。大人どうですか、大人ピンクグレープフルーツ、うんうんうん、ホワイトじゃなくてピンクの方ね、うん、めっちゃ美味しい。ちょっと高いかな、多分そうだより高いと思うけど、いつも夜コンビニはここでした。ここが夜のコンビニです。そうやろ、あそこのね、外に頑張ってください。 ありがとうございます。ありがとうございます。撮ってますよ。嬉しい、ありがとうございます。何もやってるの、今日はバイクです。ああ、そうなんですね。どこまで行くんですか。日本県まで、こっちから大阪50座です。また上げ、上げていいですか。大丈夫です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こっちがいつもだ。はい、さっきは新しくできたローソンですね。そうやね、うん、行ってみましょう。社の名前入り。ジャガイモ、ゴーヤ100円。なんとトウモコシ2本で110円。そしてスモモ250円。はい、これ帰ってからふかして食べたいと思います。楽しみですね。100円。ジャガイモ100円。北あかり、美味しそう。これから長い長い上り坂
登っていかないといけないというのに荷物がずっしりと重くなりました。じゃがいもだ、うん、はい、おー、あの辺からピュって出てきた気がするんだよね。はい、日暮らしがないってます。ちょっと涼しい、うん、ねえ、うん、やっぱこの里山のいい匂いするよね、うん、稲穂の匂いというかさ、懐かしい。はい、見知らぬところに来ております。果たして行きたい方向に出るのでしょうか、ちょっと不安です。やばくない？しかし覚えくない？ちょっと道がなくなりました。引き返します。山地図に入ってるこの道。はい、やっぱり今来た道をもう一回挑戦します。ああやってあの道をね教えていただけたんですよ。あのうちらこう行ったり来たりしてるもんやからね、丁寧に教えていただきました。行っていいと地元の方に言っていただけるとちょっとホッとしますね。あの昔はこの道通ってたんやろね、うん、教えてもらった通りに行きたいと思います。はい、よかったです、うん、戻ってきました。まっすぐ行けそうになかったので引き返したんですけど、左手が池があって、うん、さあ行っていいと言われたら行くよ。行きます。はい、人が微妙にあるね。あ、そうなんかな、ちょっと体調に注目しましょう。よし、出た、これ登山道、おお、こっち道路、ちょっと一応獣来たらあかんかな、この網を網の間から出てきました。出てきました。で一応獣の手に、よしよし、もっといこう、あ、そうか、あ、よっしゃ、山椒の匂いがすごいわ。こんなところで、この道に出たかったんです。これがまさかこんなところ思わんのだ、妙見街道。もうちょっとほんま下からもうちょっと平和な道で出てくる。あ、いや、でも距離的にはあのおかげですごい短くすんだね。偉いことになりました。偉いことになったね。はい、時刻は11時58分、生峠の方にやってきました、ここから左に入って妙見山を目指しますが、かなりもバテバテ、だいぶ遠回りしてきました。距離は18キロです。気温は30度、暑い。ここを左に入って妙見山を目指します。2.5キロ、え、18キロで、
やっちゃう。そこにあと登山口 2.5 キロって書いてあるから。ほれ。ほんまや。そんなないやろ。あるんかな。あるで。あるか。じゃあ 2.5 や。ライトあるでこっからまだ。しんど。また言ってる。あっつ。こんな立派な登山口って石碑があんねんや。記念碑やて。こっちから登るの初めてよね、何気に。下ってくんのはあっても。はい、初めてか。はい、すでに走る元気はなく歩いてます。あ、歩いても十分ええ運動やろ、これ。30度超えやしな。暑いわ、ほんま。でもなんかすごいショートカットした気分になるよね。ほんの地点に出してもらえるというのは。そうか。ここ来るまでが結構遠かった。そこはもうなかったことですよ。あ、でも、木陰で。気持ちいいわ、ね、はい、まもなくいつもの道に合流します。純吉ヘロヘロ。なんでやねもう逆転したで。ゆうちゃんが自らタブレットを食べようとするときはもうだいぶ来てるってことで。純吉お荷物しめしめ、ここへ来たね。サンサロに出てきました。はい、いつもはこの左から出てくる道です。そうそうそう。でここからあと1キロ。はい、まあおそらく左から来たらもうとっくに登頂しとったやろけどね。うん、そうやな。まあでも今日はね、ちょっとお楽しみプランやったからね。ああ面白かった。当初は往復消化ってこんなもんできるか。また毒づいとるで。なんならこっからまた山入ってもええねんぞ。ここもう一山あんねんからな。はい、またまた分岐ポイントがやってきました。マラソンの練習する方はここをまっすぐガチ走りするのをお勧めしますが、結構急勾配ですね、ここから、はい、ここ左に入るとちょっと近道になるんですよ。立ってみたいと思います。妙見さん、妙見まであと1キロってとこですね。やっぱ山やからちょっとマシとはいえ、やっぱりこう湿度が高いし気温も高いしムワッとしてるね。ちゃいます。はい、来ました。立派ですね。ああくくりたいと思います。時刻は12時30分、はい、約4時間えらいかかりましたね。調子のいい時は5時間で往復するもんな。そうや、なんかこの照り返しが余計にな、うん、ここからも三角点普段はね意識しないけどね。なんかでも立派になったな。そんな立派じゃなかったよな。もっとひっそり三角点ってなっとったんやけど、あっ大昔に純吉に連れられてここの三角点を見に来た時のことです。はい、これが三角点ですと教えられたのが、あの正面に立ってる大きな塔です。えらいでっかい三角点やな。こんな立派な三角点作ってる山他にないで、さすが妙見と思っとったんやけどね。ちゃうかってまた別物やって。えらい立派な三角点ですな。なんかの何日やろな、これ。ここに三角点って書いてるで。じ
ちゃうかな、これと。これか、これや。これやがな。関西50山。大阪50山。これでやりました。パッチ。イエイ。いや、かわいい。660.1m。はい。ピコン。登頂。これではありません。これや思うがな。こんな山岳でないで。めっちゃ立派や思った。どこにタッチしたらええんや思った。三角点とちょっと同じ風情にしたよね。ちょっとレトロな、うん、はい、12時58分上杉尾根コースの入り口に来ました。距離は 20.3 キロです。はい。おかしい、いつもこのコースやから違うコースから降りるってね言ってはったんやけど、ね、いや、もう最短コース降りよう。命の危険を感じるわ。ってことになりました。はい、はい、セミの種類が変わりました。こっから見えるね、里山がまた来てるんで、うん、はい、また日暮らしゾーンになってきました。なんどういうことや。不思議やな、うん、ちょっと木の種類とかは変わるかな、うん、おー、いいね、この音。同じセミでも、街中でクマセミどう違えやな。ほんまやで。シャン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 ってうるさい。これなんもないと思うでもええわ。いやー、なんか久しぶりやな、こんな山っぽいの。うん、あ、ミミン言うてる。ここミミンの。入り乱れてる。どっちが優勢や。そう、もう休憩しても食べるもんないですから行きます。我々の今日はパスですけど、休憩するならこの9番です。そう、9番がおすすめ。寒い時期にはここでね、温かい紅茶とね、あ、なんかちょっとマフィンみたいな。1時44分、はい、約、44分、うん、で降りてきました。8月に来るのはおそらく初めてやったと思うんですけども、もう何イグラストの声が入り乱れてね、このミンミンゼリと、うん、22.8キロ、うん、はい、2時になりました。はい、まもなく妙見口の駅に到着します。距離は24キロです。はい、はい、どうですか。
いやー、あのね、この尾根、何尾根コースあれ、上杉尾根コース、うん、あそこがね、この8月こんなに気持ちのいいもんやと思わんかったからね、うん、新しい発見やったね、はいはい、あのそれからあの与野の方のひまわりもすごいね、立派でね、うん、あれも初めて知って、うん、なんか新しい妙見山の楽しみ方を知った一日やったなって感じでした。親玉どうだったんでしょうか。だんだん元気なくなってきましたが親玉はなんか転んだような形跡もありますね。なんか私が危ないからこっち来いって言ったの直後になんか落ちてこっそり隠れて、ロードを走るつもりやったからそんな靴じゃないんです。これお揃いなんですよね、これね、ガチャガチャ言ってありますがバテたみたいですそれでは、はい、またね、またね。